国鉄テム100経過者は、かつて日本国有鉄道に在籍した鉄製有害者である。本形式は、国鉄が1953年から1955年にかけて200両を製造した戦後初の新製鉄製有害者で、国鉄の新製車として初めての15トン積みに軸車である。従来は12トン積みでまかなわれてきた鉄製有害者であったが、 他の車種が15トン積みに対応するのに合わせて、本形式も15トン積みで製造された。各年度における製造数は以下の通りである。車体は積み荷である生石灰と水との化学反応による発熱に対応するため、漏水を防ぐ構造にするとともに、床板、側板、屋根まで全て広範性である。積み荷のばら積みに配慮して内側を平滑にするため、 内張りはなく、側柱を外側に配して、平ら公判を使用している。また、二役用扉として、車体中央部に幅 1700mm の片引きの高精度を配し、側面に X 型の補強用リブがある。側引き度は、粉塵による詰まりを防ぐため、釣り度であった。屋根は、側板と一体の溶接構造とされている。過失の寸法は、 長さ 7050mm、幅 2300mm、高さ 2300mm、床面積は16.3平方メートル、容積は37.4立方メートルである。全長は 7850mm、全幅は 2591mm、全高は 3768mm、軸距は 4000mm、地長は9.1トンである。 本形式の軸バネ指示装置は、リンク式で、最高運転速度は、時速 65km、車軸は12トン超軸である。国鉄 t e m 3 0 0系、TEM1066,1957 年からは、TEM100 型と同じ車体で、走行装置を2段リンク式とし、最高運転速度を時速 75km に、向上した TEM300 型が製造された。 同形式は1963年までに850両が製造され、鉄製有害者の標準形式となった。TEM300 型は走り装置の変更のほか、連結機の干渉装置が輪バネに変更されている。1967年から1968年にかけて TEM100 型も走行装置を二段リンク式に改造し、TEM300 型に編入された。なお、 テム100系改造車は、改造までに2両の廃車があったため198両で、改版は原番号に1100を加えて行われたため、2両分が欠番となっている。テム300型は、生石灰の輸送用として、盛岡鉄道管理局や高崎鉄道管理局、名古屋鉄道管理局などに専属配置されて、使用されていたが、1971年頃から、廃車が進み、 1985年に形式消滅した。本形式の同型車が秩父鉄道、上新電鉄に存在した。秩父鉄道のテム500型は、1956年12月に日立製作所で製造された国鉄テム100系の同型車で30両が製造された。1963年10月には造備車として国鉄テム300型と同型のテム600型が、 汽車製造で50両製造されている。袋詰めセメントの輸送用であったと思われる。上新電鉄テム8テム9テム10上新電鉄のテム1型は、1961年に富士重工業で10両が製造された国鉄テム300系の同型車である。車線内から発送される袋詰め製石灰の輸送用として国鉄直通車として使用されたため、 車号の下部に二重河川が引かれている。輸送形態の変化に伴って8両が廃車となったが、テム1とテム6の2両は2017年現在も車席を残しており、出来1型と連結して、主にイベント用に使用されている。ありがとうございます。